さて、ランチしようということで、家族と話をしてたんですけど、まあ何を食べようかね、迷ったので、そういう時は一通りのね、メニューが揃っててコスパ抜群の、ガストさんに行こうということで、ガストさんにやってきました。それでは、店内に入ってメニュータイムですね。今のメニューはこんな感じですね。ジョブチューンのテレビで放送された、満場一致の満点メニューから、その他ね、美味しそうなメニューがこれ、載ってるんですよね。どれもね、左側のはね、満場一致。これ合格のタイプですね。右側のやつも惜しかったタイプの美味しいやつですね。そしてこれ、ガストの本気盛りの富士山盛り。これも美味しそうなんですよね。ガスト本気盛り、これいいですね。ボリュームありますね。こっちは、これも安いな。ピザも安い。ドリンクも安いんですね。そしてこれ、本気盛り、やっぱりこれ気になりますね。鉄板の本気盛りが気になりますね。あ、そうそう、ガストさん今って、なんか200円からのメニューが充実してるんですよ。これ、200円で、200円ちょっとでこんなメニューがあるんですね。これは400円のコーナーですけど、これはコスパ抜群ですね。こっちは300円ですか。このコスパすごいですね。これだともうサイドオーダー頼みたくなっちゃいますね。さて、こんな感じで、オーダーして、ドリンクバーを取りに行って飲んでる間にやってきたのがこちらですよ。山盛りポテトフライ。これ揚げたて熱々なんですよね。そしてこれが222円のほうれん草のバターソテーですね。ベーコンも入ってますよ。これ、税込み250円ですからね。これ安いですよね。で、このね、陶器のお皿が熱々なんですよ。なので、こんな感じ、バターがね、ちょっとジュージューいくんですよね。まあ、ちょっと軽めのジュージューですけど、これをよく混ぜてね、バターを絡めていただきます。これ熱々で美味しいですよ。軽めの塩味。で、ベーコンの塩味も生きてて、これバターの風味が効いてて、とっても美味しいですね。さて、熱々のスープを飲んでたらやってきたのがこれですよ。ガストの鉄板本気盛りですね。これですね。まあ、そんなにジュージューは言ってないですけど、目玉焼き、エビフライ、唐揚げ、そして、とんかつが入ってるんですよ。これは確かに本気盛りですね。そして、家族はハンバーグとチキンステーキとウインナーのミックスグリルですね。あ、そうそう、ガストさんのポテト、これほんと熱々ですよね。まあ、オーダーしてから揚げるので、ある意味、揚げ置きしてあったファストフードのポテトよりも、熱々で美味しいかもしれないですね。まあ、量もたっぷりでコスパも抜群なので、熱々のポテトが食べたくなったらガストさんに行くのもいいかもしれないですね。そしてこのほうれん草がね、美味しいんですよ。優しい塩味が効いてます。そしてこの、鉄板ハンバーグの本気盛りですね。これ、まずはね、エビフライからいきましょうか。エビフライに、ちょっとね、マヨネーズをつけてね、ちょい付けしていただきます。これもね、揚げたてなんですよね。見るからにサクッとしてそうですよね。それではいただきます。衣がね、サクッときて、中がね、軽くプリッときますね。プリッときます。ちょっと、まあ、エビはそんなに大きくないですけど、頭、あ、じゃなくて尻尾までカリカリ食べれる、とっても香ばしい、美味しいエビフライです。マヨエビフライ美味しいですね。これもね、ご飯が止まらないですね。ご飯を食べつつ、次はね、何を食べようかなと思ったんですけど、これ、揚げたての唐揚げ、これですね、唐揚げ。ちょっと肉汁チェックしてみたいと思います。この揚げたて熱々の唐揚げ。外カリッとしてジュワッときますね。これ肉汁、これたっぷりですね。いや、これも美味しいですね。やっぱり唐揚げは揚げたてに限りますね。本当美味しいですよ。これも、もうジュワッとくる肉汁でご飯が止まらないですね。しかし肉汁がじわっときますね。とっても美味しい唐揚げです。さて、お次はこのとんかつ行ってみましょうかね。とんかつ。とんかつのね、厚みはね、1センチあるかないかぐらいの薄いとんかつなんですけど、まあ、ちょうどね、金沢カレーのトッピングに使うような、薄いカーツですね、とんかつ。これがね、食べやすいんですよ。でもね、肉肉しさもありますね。むぎゅっときますね。食べやすくて、でも、肉のむぎゅっとした食感も味わえる、このとんかつもとっても美味しいですね。さて、お次はこの、目玉焼きが乗ったハンバーグ。お箸でね、こんな感じ、カットできる柔らかいハンバーグなんですよね。ふわっとしてますね。これですね。もうね、いかにも肉汁がじわっときそうで、とっても美味しいですね。柔らかい。そしてこのソースがね、気持ち甘めで美味しいですね。上に乗ったトッピングの目玉焼きも抜群に合いますね。いや、これは美味しい。もうご飯が止まらない美味しさですね。このハンバーグをね、ちょっとね、ソースをたっぷりめにね、つけて、こんな感じ。この肉汁ですよ、この肉汁。
あ、むぎゅっときますね。美味しいですね。幸せな美味しさですね。ご飯が止まらないですね。さて、やってみましょうか。黄身トロいきますよ。これですよ。この黄身トロたまんないですね。この流れ落ちる様がね、もうね、見てて癒されますよね。もう美味しそうなの確定ですね。そしてこの黄身トロを残らず食べたいので、ご飯を鉄板に乗っけちゃいました。ご飯を鉄板に乗っけて、これね、黄身トロとね、あとソースもちょっとね、絡めてね、こんな感じで、ご飯をここに置いて、こんな感じ、これですね、これ。いつもは丼にするんですけど、まあ、ロコモコとかね、にやって丼にするんですけど、今日は鉄板にご飯を入れて、締めのご飯にしました。これもね、とっても美味しいですね。美味しいソース残らずご飯に絡めていただきました。ということで、ガストさんの、鉄板ハンバーグ本気盛り、これね、ボリュームたっぷりで、コスパ抜群で、とっても美味しかったので、おすすめです。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。